職は何だか知ってるよって方、はい、いらっしゃいますか？どうでしょう？じゃあ、そうですね、レッサーパンダに夢中な、じゃあ黒いコートのお兄さん、どうですか？お兄さんです。レッサーパンダの主食、何だか知ってますか？笹。知ってるじゃないですか。大正解です。レッサーパンダの主食は笹の葉、竹の葉っぱです。このパンダっていう言葉は、ネパール語の今夜という言葉が語源になっています。意味、竹の葉っぱを食べるものという意味があるんです。それで皆さん、納得ですよね。大きなダイヤの葉っぱをのしに分けて、もぐもぐ食べてるイメージあると思うんですけど、レッサーパンダの主食は竹の葉っぱです。ここに置いてある竹の葉っぱも、よく見てもらうと、葉っぱの部分、きれいになくなってますよね。こんな感じで、レッサーパンダは、柔らかい葉っぱの部分だけ、きれいにとって食べています。今は、私が大好きなリンゴをあげてるんで、この後しっかり食べて、食べていると思います。だから、ゆっくり観察してみてくださいね。愛らしいですね。じゃあですね、レッサーパンダについて軽くご紹介してみたので、次。ここにいる3頭の紹介も一緒にしたいと思います。さあ、じゃあどの子から行こうかな。じゃあ私の真上から行きます。さあ、こちらでずっとここでリンゴ待ってるこの子、メスのレッサーパンダで、お名前すずちゃんです。すずはですね、とっても食いしん坊な女の子です。たまに長いよだれ垂らしちゃうことあるんで、皆さんお気をつけください。じゃあ次、2頭目はおねぼうさん行きましょうか。さあ、後ろでもう目がね、まぶたが重たそうになってるのは、メスのレッサーパンダ、お名前ひなちゃんです。ひなは顔の白っぽいのが特徴です。一番見分けやすいと思います。性格はもう伝わってますよね。かなりマイペースです。大人で性格も愛らしいです。じゃあ次、ちょっと前ごめんね。ありがとう。はい、じゃあ最後3頭目、あなたの番ですよ。来れますか？あ、来ました来ました。さあ、3頭中唯一のオスのレッサーパンダです。お名前がレモンくんです。はい、どうぞ。さっきからね、ここ行き来してるのはレモンくんです。レモンは実はひなすずのお婿さんとして、はるばる九州からやってきました。レモンはかなり控えめな性格です。ひなちゃん、すずちゃん、結構推しが強いんでね、あわあわなってたこともあるんですが、3頭とも基本的に仲良しです。さあ、こちらの3頭ですね、ひなちゃん、すずちゃん、実は4歳姉妹でして、レモン君は1歳年上の5歳です。で、4歳のレッサーパンダ、たまにまだ子供なんですかって聞かれますが、レッサーパンダの4歳はもう十分立派な大人です。で、ここで皆さんにちょっと見てもらいたい写真も今日は2枚持ってきました。さあ、なかなか見れない赤ちゃんの写真です。さあ、小さな赤ちゃんの写真はこんな感じ。じゃじゃーん、見えますか？さあ、こんな感じです。そう、これ三つ子ちゃんですね。ちなみに皆さん、このピンクのこれは何だか分かりますか？そう、今皆さんがお持ちのスマートフォンです。レッサーパンダはスマートフォンサイズ、私たちの手のひらサイズで生まれてきますね。かわいいお顔はこんな感じ。じゃじゃーん。そう、まだ目は開いてなくて、生後2週間ほどしたら開いてきます。で、この小さな赤ちゃんはですね、手のひらサイズ、約 150g ぐらいで生まれてきます。 150g、 とても軽いですよね。あ、こんな小さい赤ちゃんの写真でした。よいしょ。ではですね、レッサーパンダのあれこれたくさんご紹介してきました。最後はですね、皆さんと私で、間違えました。最後に大事なお話も一緒にしたいと思います。さあ、こんなに魅力たっぷりなレッサーパンダなんですけど、レッサーパンダ実は野生での数がどんどん少なくなってしまっている動物の一種です。こういう動物たちのことは求めて絶滅危惧種というんですけど、レッサーパンダに限らず、野生からいなくなっちゃうかもしれない動物たくさんいます。さあ、動物が野生からいなくなったら悲しいな、寂しいなって感じてくださる方もたくさんいらっしゃると思います。そんな皆さんにはぜひ見てもらいたい看板があります。このアジアの森、出口こちら
私たちが今日から参加に始める野生動物にとってプラスになることたくさん書いてあります。なので皆さんの生活に支障がない程度で大丈夫なので、皆さんでもできること今日ね改めて考えてもらいたいなと思います。皆さんよろしくお願いしますね。嫌ですね、ひなちゃん結局寝たままだったんですけど、今日のレッスントークはこの辺りで終了にします。じゃあ最後、私から皆さんに質問です。今日のレッスントーク聞いてレッスンパンダのこと前よりも詳しくなったし好きになったよというお客様、ちょっと手を挙げてみてください。ありがとうございます。じゃあ皆さん、その挙げた手はグーにして構えてください。私が最後レッツと言いましたら、皆さんは元気な声でレッサーって答えてください。さあもうね予感はしましたが、だいぶシーンとなっちゃいました。最後皆さん元気なレッサーぜひお願いします。それではレッサーパンダのこと詳しくなった、好きになったよっていうお客様、レッツレッサー、はい控えめですがバッチリです。ありがとうございます。ではこちらでレッサートークは終了です。最後までご覧くださいましてありがとうございました。この後も神戸動物王国ごゆっくりお楽しみください。さあ骨の骨数字箱にあります。ぜひ座りからそのままご覧になってみてください。さあまたですね、私この子たちに大好きなリンゴをあげながらお話ししたんですが、こちらのリンゴをお客様にもあげてもらう体験を今からちょっと始めたいと思います。こちらのイベントお一人様1回ずつ無料のゲームとなっています。列の先頭は私が先頭なので、ここ岩場に沿って一列にお並びください。お姉さんもどうぞここ一列にお願いしますね。お姉さんじゃあ一番お願いします。ここ一列にお願いします。よかったらあれつながってくださいね。さあそれでは皆さんお待たせしました。こんな感じでこのレッサーパンダにリンゴをあげてもらいます。なんですけど、こちらのレッサーの体験は本当に一瞬で終わっちゃいます。可愛いシャッターチャンスを逃さないようによろしくお願いします。
何時間くままで帰る。でも、あの、これ、どうぞ。